んばんは、ラブリー早苗です。今日なんですけど、今日は、この iPad ですね。 iPad のガラスケース、グラス、これ保護フィルムですね、ガラスの買ったんですけど、大きさが全然違う大きさのやつを買っちゃったんで、こんな感じですね。こんな感じの大きいフィルムを買っちゃったんで、これを切ってみたいと思います。このままではちょっとでかくて使えないんで、切って使えるようにしてみたいと思います。で、これを何できる、これ下敷きみたいにペラペラしてハサミで切れそうなんだけど、説明を見てみるとハサミじゃ切れないらしいので、今日はこのガラスカッターってやつを使ってね、切れるかどうかを試したいと思います。でね、このガラスカッターがね、Amazon で1100円で売ってました。1100円です。で、オイル式ってやつで、カッティングオイルってやつが別売りなんだけど、これが、これも1100円だけな、足して2200円ですね。でこのガラスフィルムが3000円なんだけど、多分小さいやつを買うと2000ちょっとで買えると思うんで、まあこれを2個買うよりはフィルムを買った方が良かったっていう話なんだけど、まあこれも無駄にしたくないっていうことで、これをちょっと試して切れるかどうかね、やってみたいと思います。ちょっとカメラの角度を変えてみます。ここで、はい、こういう感じでやっていきたいと思います。作業が分かるように、まず、はい、よいしょ、型取りですね、はめて切る型を切っていきたいと思います。型を取ります。これを合わせてひっくり返す。で、これに合わせてカッターを入れる線を引きます。こんな感じ、はいはい、これで切りますよ。こんな感じです。切っていくんだけど、まずカッターね、使い方、僕もこれ初めてなんで、僕じゃなくて私ですね、私も初めてなんで、どう切るかわかんないけど、この中にねオイルを入れるみたいなんだよね。これでこう切るらしいんだけど、まずオイルをちょっとね、このバージョン角がね、ないからエラーで開きませんね。使いづらいんだけど、ないや。まずこの背中にオイルを入れます。で、付属のスポイトが入ってるんで、スポイトで、スポイトなくてもこれ止まって、うわこっちだよおい。これをまず入れます。全部、なんかちょっと、ああ、今日垂れちって、おい、なんだよこれは、やべ、垂れちって、マージャン卓に飛び散る、おい、なんだよこれは、インチキだね、気をつけましょう、ああ、油まみれ、マ
ちゃん宅にはかろうじてついてないかな。よかった、これ引いといて、段ボール引いて。よし、もうこれ切っちゃおう。これで切れるかどうか。物差しがないんで、ちょっとこれで物差しがありに。透明で見えない。切れてんのか、よくわかんねえこれ。はい。切り方わかんねえこれ。わ、変なの切ってる。一応線は入ったはず。変なとこいっぱい切ってるけど、これパキンと折れるんですよ。どうでしょう。折れねえし。あ、折れた。あ、おい。マジこれ、ナイフ全部バレしてこれ。ちょっと洗うとこまで割れたんだけど。マジこれ、これダメじゃん。なっちゃった。これカッターの意味がない感じ。あのこれもバキバキだね。これもうダメ。この強化ガラスフィルムは切れませんでした。カッターでこんな感じ。あの間違った場合はあの素直に買いましょう。新しく買い替えましょう。パキパキ。ああちょっと大損でしたね今回は。この3000円のフィルムとカッターとオイル、これが合わせて全部で5200円。全部パーです。多分このカッターも使うことはないでしょう。ガラスカッターも。ただお金を返します。返品。やるんじゃなくて、なんかメルカリかなんかで売った方がまだ良かったと思って出しただけだから。ということで、あの失敗したら無謀なことはしないで、メルカリに売るか。返品はできないんで誰か友達にでもあげましょう。結論そんな感じです。ということで、実験終わりたいと思います。サナエでした。